それでは11月23日の3問に入ります。A が善意無過失で8年間、所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し、 A が B に賃貸し、 B が2年間占有した。この場合 A は取得事項を主張することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×です。自らが占有する場合でなく、賃借人により間接的に占有する場合も、 A が所有の意思を持っていれば取得事項を主張することができます。つまり本問では合計して10年経過しているので取得事項を主張することができます。まあ、これは基本事項なんで絶対覚えておきましょう。間接占有も自己占有に含まれるということです。今回賃借人により間接的に占有してもらっています。これも A の自己占有に含まれるんですね。 A が自分で占有しているということになるということです。個別指導の受講さんは合格テキストを確認しましょう。問2です。 B が借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りをして多数の B の知人または友人に対して売却する場合、B は免許を必要とする丸か×かという問題です。答えは丸です。免許が必要です。知人または友人に対して不動産を売却するということは、不特定多数のものに反復継続して不動産を売却することと言い換えられます。つまり本問の B の行為は宅地建物取引業に該当するため免許が必要だということです。まあ、これは基本問題ですね。で、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガから類題も考えてみましょう。重要なので、絶対に解けるようにしていただければと思います。で、ここで解説している問題の解き方、考え方は必ず頭に入れてください。解き方や考え方を理解したい方は、ぜひ個別指導ご検討ください。この下の概要欄にある個別指導のリンクから内容をご確認いただけます。で、問3ですね。幅4メートル以上の道は、特定行政庁の指定がない限り、建築基準法上の道路とはならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。幅4メートル以上の道っていうのは、特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路です。特定行政庁の指定がないと建築基準法上の道路にならないのは4メーター未満の道路なんですね。今回の問題は4メーター以上の道なので、4メーター以上の道は、特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路になるから×だということです。で、4メーター未満の道については、特定行政庁の指定があって初めて建築基準法上の道路になりますので、この点注意していただければと思います。で、この問題は初めて解く方っていうのはちょっとややこしいんで、何回か動画を見ていただきながら、またテキストとかを見ながらですね、ご確認いただければと思います。もしあなたが勉強しているけれども、実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に卓球の教材だけで勉強していたとしても、なかなか理解することは難しいです。理解学習をするには、それぞれの法律について、専門的な本だったり、専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですが、それをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども、本試験で点数が取れない。そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったりイメージだったり考え方だったり理由付けだったり、理解するために必要な内容を入れております。またわからなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では宅建には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく、これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであれば、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。